よくある質問なんですけど、何を基準に構造を決めるんですかということで言われますけども、これはですね、まず私の場合にはですね、光を基準にします。被写体を中心に捉えるのではなくて、まず光を見ます。光の方向を見据えてからですね、被写体を決めて、さらに構造を決めていくというふうにします。通常構図というのは別のイメージ、いわゆる構図だけがですね、一人歩きしていることがよく多いんですけども、例えば3分の1構図とかですね、そのように構図のバランスということでよく言われるんですけども、最も大切なのはですね、光ですね。写真というのはフォトグラフ、これは光を描く、光で描くという意味ですから、まず光、これが写真の第一原則というふうに覚えておいていただくといいと思います。それでは構図についての説明をしてまいります。まずこちらの画面はですね、画面の上部3分の1のところに被写体を置いて中央で構成しています。影がなければですね、このような中央の部分でもですね、ある程度構成としてはいいんですが、例えば光がですね、このようになった場合、このような場合にはですね、真ん中に被写体を置いてしまうと、この影の部分、左の影の部分が切れてしまって、非常に中途半端な構図になってしまいます。そこで構図を変えていっぱいに撮影をするとどうなるかということなんですが、このように影を切らずに全てを入れようとして構成をしますと、画面の位置では上下で3分の1にはなってますけども、木がですね、今度は右に寄りすぎてしまうということになります。そしてバランスを取ったのがこのぐらいの構図ということになります。このぐらいの構図にすればですね、左右の余裕がいくらかありますので、バランスとしては取れるということが言えます。上下の比率も3分の1のところに置いてますので、構図としてはまずまずということになると思います。さらに光の条件を読んで構成するということになれば、やはりこのぐらいの感じの方がいいと思います。光の感じがですね、少し弱めの影になってますけども、給料のライン、給料のラインがですね、非常にこちらの方がですね、柔らかな状態になります。影が強すぎる、光が強いと印象的には非常にいいんですけども、実際にですね、写真を撮ると影の存在が強くなりすぎてしまう。言って、全く曇ってしまうと、これもまた意味がない。というと、このようにですね、青空が出ている中で、しかも影が柔らかく出ている、そのような形で表現をすると、よりバランスが良く、そして広がり感も感じると思います。ぜひ今回の動画を参考にして作品を撮っていただければと思います。